ヒルマーフ・クリントは、スウェーデンの女性画家、神秘主義者。彼女の絵は最初期の中象絵画の一つとされる。5人というグループに属し、図形にも似たその絵は、複雑な哲学的思考を描写したものであった。スウェーデン海軍士官ビクトル・アフ・クリントと、妻、マチルダの第4子として生まれる。夏には、一家は、メーラレンコに浮かぶアデルソ島にあった、ハンモラ農場で過ごした。 この牧歌的な環境で幼少期の昼間は自然と触れ合い、その深い交流は創作活動のインスピレーションとなった。父からは数学に対する興味を植え付けられた。1880年に妹のヘルミナが死去し、宗教的な面での活動の始まりとなる。アフクリントは芸術的な才能を示し始め、一家がストックホルムに移った後に、 スウェーデン王立美術院に5年間通い、肖像画と風景画を学んだ。学校では、後に同じ思想を持って活動する4人と結成した女性芸術家集団5人の最初の一人となったアンナ・カッセルと出会っている。生涯の活動としての作品が全く注目されなかった間、より様式的な絵画によって成形を立てていた。1892年、 より高い次元の霊的存在からのメッセージという形をとった神秘主義に関する全く新しい考えを一冊の本に記すというプロジェクトに5人は熱心に携わった。その一人であるグレゴールはこう述べている。感覚でも知性でも感情でもない全ての知識、あなたという存在の最も深い層で自分だけが持つもの、それが霊の知識だ。 アフクリントは、ピエト・モンドリアン、カジミール・マレービチ、ワシリー・カンディンスキーらと並行する形で、抽象会話を開拓しており、彼らと同様に、ヘレナ・ピー・ブラバツキーが創設した新地学協会の影響を受けていた。アフクリントの創作活動は、より広い文脈においては、20世紀初期に始まった、芸術、宗教、政治、科学の新しいスタイルを求めるモダニズムの面から、 理解することもできる。5人での活動を通じて、アフクリントはオートマティスムによる実験的な描画を1896年という早い時期に行う。この後内面と外面の両方から不可視なものを概念化できる独創的な視覚言語の方向に向かった。それらの絵画には、図像的な目的とは別に実験的な線や瞬時に捉えられたイメージで構成された。 新鮮で現代的なイメージが含まれている。例えば、分割された、円管、単色で、スペクトルに分割された螺旋などである。アフクリントは1941年まで、1000点を超える豊富な作品を送り出し続けた。彼女は、没後20年間、作品の公表が控えられるよう求めていた。1970年、ストックホルム近代美術館に、 彼女の作品を贈呈する申し出があったが、寄贈は断られた。美術視野のエイクファントの尽力により、1980年代にアフクリントの絵は国際的に紹介された。ファントは1984年にヘルシンキで開かれたノーディックの会議で最初に紹介を行い、1986年にはロサンゼルスカウンティ美術館の特別展、カタログ、ザ・スピリチュアル・イン・アート、 アブストラクトペインティング1890から1985に文章を寄稿した。ありがとうございます。